皆さんこんにちは。もちとしろさが365日ずっとずっとずっとネガティブモンスターなアスカです。今日はですねいびきについてお話しします急に私すっごいいびきかくんですよ。私毎朝5時に起きて6時頃のバスに乗ってるんですけど、この話いらないかな。朝早いから出勤時間が朝早いんで、どうしても眠たくて朝5時に起きてるんで寝ちゃうんですよ。でしかも実家からそのバイト先まで1時間ぐらいバスでかかるんで、その時にバスの中でもう寝てしまって、もうバスの運転手さんに笑われたりね、もうそら笑いますよね。まあこんな話はどうでもよくって、今日はいびきを改善方法をいびきの改善方法を見ていきたいと思います。それでは早速やっていきます。今回もノートにまとめました。まず原因、いびきをかく原因を調べました。まずは肥満気味、確かに最近太りました。2番目が口呼吸の習慣がある。私言われますね、なんかいつもなんかフーフースースー、なんか口息が荒いってよく言われます。なので口呼吸の習慣もあります。仰向けで寝ている。次が仰向けで寝ている。はい、そうです。横向きで横向きで寝れないんですよ、私は。横向きで寝るようにします。次がですね、鼻炎の症状があります。耳鼻科行きます。で最近知ったんですけど、耳鼻科でいびき治せるらしいですね。もう耳鼻科行こうかな、今日の動画終わりにやろう違う。次が、で話戻すと、次が疲れている、ストレス、いやまあストレスはないし、朝早いから眠たいって言って、そういう意味で疲れてるかもしれません。はい、寝る前にお酒を飲む。次、寝る前に飲んだことあんまりないですね、たまにありますけど。はい、次がですね、いびきの改善方法を見ていきたいと思います。どんどんいきますよ。ダイエットをする。喉付近や口の中などに脂肪がつくと上気道が狭くなります。痩せます。2番目、鼻呼吸を行う。寝ている間だけでなく、普段から鼻呼吸を行うように心がける。息荒いって私よく言われるんで、口閉じて常に鼻呼吸意識します。3番目、横向きで寝る習慣をつける。頑張ります。4番目、枕などの寝具を変える。あ、もうちょっと高い枕とかにした方が、高さが高い枕とかにした方がいいんですかね。で最後5番目が寝る前の飲酒を控える。これは大丈夫ですね。はい、耳鼻科行きます。